こんにちは、スミスの井村と言います。今日はですね、北九州市の門司の、メバルを狙いに来ました。案内してくれるのは、門司のグループ加藤先生です。よろしくお願いします。お願いします。最近状況の方はどうでしょうか。もう5月のゴールデンウィークも明けたということで、本当にアフター回復ですね。回復が思いっきり餌を食って、で去っていくっていう、そういったタイミングだと思います。じゃあ例のグルーム名物のトップウォーターでボッコボッコ、ね、プラグですよね。メバルメバルいやー、これは楽しみです ですね。じゃあ今晩よろしくお願いします。はい、はい、ここで今日使用するルアーをちょっと説明したいと思います。一つ目はまずスミスのメバペンメバル、45ミリの3グラムですね。フローティングです。このルアーの特徴は、こうしてみるとお分かりになると思うんですが、お尻の部分にイカのエンペラのようなものがついてまして、リトリーブするとここで引き波が立つわけですね。それでメバルにアピールして、ルアーを引くんじゃなくて止めて食わせるというルアーになります。じゃあ2つ目、同じくスミスの CB70 ドリフト。これは少し、70ミリになるのでサイズが大きくなりますから飛距離が出ます。それと、メバペンと比べると全体がかなり大きめになるので、引き波も大きく立ちますので、よりアピールさせたい、それからより飛距離を出したいという時に使用するルアーです。はい、最後3つ目、同じくスミスのガンシップ36mm。 これはですね、フローティングタイプとシンキングタイプ2種類あるんですけど、まあ、今日メインで使うのはフローティングタイプで、今までのペンシルベイトとちょっと違いまして、リップがついてますからね、リトリーブすると潜ります。で止めると浮きます。でメバルのバイトは、浮き上がってくる途中もバイトがあることがあるし、浮き上がって止めてる時にもバイトがあります。で、まあ、ペンシルでちょっと食い絞った時やなんかはこのガンシップがすごく有効になります。はい、じゃあポイントに到着しました。ここはですね、ちょっと
見ていただいたらお分かるかと思うんですが、常夜灯がついてましてですね、岩壁の部分で影ができてるんですよね。でルアーは基本そこの影の部分にキャストします。そして、ゆっくりリトリーブしてきて明るい部分でルアーを止めて食わせるというゲームになりますね。まずね、使うルアーは、このガンシップからちょっとやってみようかなと思ってます。ガンシップの場合は、リップがついてますから潜らせて浮かせて食わせるというパターンでちょっとやってみます。じゃあちょっと1投目いきますね。今影の部分に入りました。でゆっくりリトリーブしていきます。ちょっと止めます。潮がですね、こっちから左手から右手に向かって流れてますので、ちょっと潮紙にキャストします。でこの時にラインをあんまりこう張りすぎておくとルアーがうまく潮と噛み合って流れてくれないんですよね。そうするとバイトが減ってしまうので、少しラインスラッグ出し気味にしてルアーが自然に流れるようにします。お、出てる。今ライズしましたね。当たった。惜しい。よし、来た。あ、メバルです。来ました、1匹目。ガンシップ今ね、そこの今キャストしたところのあたりでメバルがバシャッと一回ライズしたんですよね。でそこにキャストしてリトリーブ少しして、どのくらいでしょうかね、まあ二巻きぐらいだから1メーターぐらいルアーがこう動いたところで、リトリーブ止めて浮かしたところですぐ当たりがありました。カラーはこうクリア系です。来た、きっと。でもサイズがあんまり変わらないかな。ちょっといい、さっきよりは。はい、ちょっとうわうわ、はい、こんな感じです。同じくガンシップ、潜らせて止めて浮かせたところですね。よいしょ。さあ、来た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 、ヒットヒット。よいしょ、はい、アベレージサイズ。今度はあの活性がちょっと上がって上ずってきたのでメバペンに変えてみます。メバペンも同じくやっぱり暗い部分にキャストして、まあアクションはつけなくていいと思います。ゆっくり引いてくる、引き波を立てる、止める、食わせると
というパターンでちょっとやってみます。出た出た、今の取れたかな、ヒットしましたけど、サイズは一緒です。サイズは一緒というかちっちゃくなっちゃいましたすいません、ちょっとマイクロサイズですが、ネバペンでも一匹出ました。ちょっと次サイズアップ狙います。いいサイズが飛んでんだけどな。来ましたよ、けどサイズ的にはそうでもないかな。よいしょ、はい、カラーチェンジ、クリア系に変えました。だいたいサイズが同じぐらいですね。ちょっともうちょっといいのがボイルしてるんですけどね。もう一回ちょっと狙ってみます。少しいいよ、少しいいかな。外れんなよ。変なとこかかってなければ少しいい。よっしゃ、いいサイズやっと出ました。はい、やっときました。今ね、同じようにね、暗い部分にキャストするでしょ。で、リーディングして止めるとなんかね、ちっちゃいサイズが連発するんですよ。でミスバイトしてしまうので、鋭くちょっと移動距離の短いジャーク一回ポンって入れて止めて浮かせるという感じでパターンとしてね、これぐらいあるとね、多分まだ出ると思いますよ。じゃあリリースしますね。よし、出た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 、やっと出ました。まあまあサイズだと思いますけど、そうでもないか、あ、でもまあまあだ。よいしょ、出ました、トップウォーター。こんな感じです。これは CB70 ストリフト、いいサイズ出ました。トップウォーターで、よし、出た、乗りました。うん、よいしょ、ちょうど光と影のちょうど境目よりちょっと明るい部分に出たぐらいのライトがありました。お疲れ様でした。無事関門のトップメバル、終了しました。最初はなかなかサイズが出なくてですね、ちょっと今日はどうかなと思ったんですが、最後いいサイズの、まあ、25センチを超えるようなサイズの、アフターのやつが回復したやつですね、コンディションのいいやつが取り出してくれました。まあ、関門海峡の下の潮の流れの速いところでやるんですが、潮の流れとですねベイトの状況と、それから、まあ、ルアーの動かし方、
この3つをうまくこう合わせた状態で、なんとかいいサイズがゲットできたと思います。でルアーですね、スミスのガンシップ、それからレバーペン、それから CB70 ドリフトっていう3つのタイプのルアーを使ったんですが、どれもメバルが元気に飛び出してくれましたね。で、ぜひこのルアー3種類ですね、メバルファンの皆様には1軍ルアーに加えていただければなと思ってます。釣れます。ありがとうございました。今日は